低収入、低学歴、低身長の、3点揃ってね、人生ハードモードの、ね、宮部なんですけど、ね、視聴者の方からね、コメントいただいてて、ファレホでガンプラの筆塗りをするときに、びしゃびしゃになって、弾いちゃって。弾いちゃって色が乗りませんって、はい。質問いただいて、乗らないから、どうしたらいいのって質問いただいたんで、はい。まあコメント返しで、はい、解決はしてるんですけどね。これ動画でやっとくと、ちょっといいのかなと思ったんで、はい。ちょっと同じ悩み持ってる方はね、はい。見ていただけるといいかなと思うんですけど、ファレホエアーとかってあるじゃないですか。ああいうのは使っちゃダメですからね。こう普通のモデルカラーかゲームカラーってやつじゃないと、基本的に弾いちゃうんで。あ、メカカラーもちょっと、メカカラーも結構薄いからあんまり使わない方がいいかな。で、まあこう出してるじゃないですか。もうこの時点でも結構、あれだよな、これ。びちゃびちゃだね、これ。びちゃびちゃだよね。ちょっとよく振るよ。よく振ろうね。こんだけびちゃびちゃだと、びちゃびちゃだと多分ね、弾いちゃうんだよね。悪くはないけど、悪くはないけど弾いちゃうんだよね。まあ、そんなに弾いてねえかな。例えばね、で、弾いちゃう原因としてはね、希釈のしすぎなんだよね。薄めすぎなんだよね。多分ここぐらいまでびちゃびちゃだと、多分乗らないのかな。うん。かなりね。うん。こんな感じ。あんまり薄いと。ほら、こうやってこんな感じにね。弾いて。ほら、びしゃびしゃになっちゃうんだよね、ほら。濡れないんだよね、ほら。全然色が乗らない。薄めすぎてると。だから、まあこういう精製水ってやつで僕いつも希釈するんだけど、まああんまりしなくていいよね、筆塗りの時は。なんかエアブラシ使ったりとか、そういう時は固まっちゃうから、結構いるんだけど、希釈は。基本的に筆塗りするときは、ほとんどね、ほとんど希釈いらない。もう。ちょっとその筆がいい感じにこうしなるかなって程度には湿らしといた方がいいけど、このファレホの原液自体をあんまりね、原液自体をあんまり薄めない方がいいかな。もともと筆塗り用に、なんていうのも調合してあるから、あんまりね、やんなくていいよ。希釈はね。どうよ。うん。こんな感じ？で、まあ、ちょっと乾くのに時間かかるからね、ファレホはね。まあ、とは言うても、そんなにかかんないんだけど。下手に比べるとちょっと長いよってぐらいなんだから。で、まあ、乾くまでに、もう片っぽの角ね。うわ、なんだこれ。外して、腕外して。ちょっとこう、次こっちね。こっち筆塗りしていこうか。ちょっとはみ出ちゃったね。はみ出ちゃったね。うん。いいんじゃないですか？あ、で、これなんでグレー使ってるかっていうと、まあ、わかりやすいよねってのもそうなんだけど、うん。色塗りやすいよねって。まあ、グレーはかなり塗りやすいよね、色だよね。ちなみにこれなんだ？ナチュラルグレーか。まあ、あと、なんていうの。まあ、赤とか青とか黄色とかさ、ここ使われてるからそれに合わせて塗ってもいいんだけど、
まあでもあんまりやると、あんまりこれ以上色増やすとさ、うるさくなっちゃうじゃんね。なんでまあグレーで、グレーとか黒で、まあ墨入れじゃないけどさ、まあメリハリつけていくといいのかなと。はい。ほらほら、ちょっとイケメンになったんじゃないですか。あとこれちょっと太いな、この筆な。ちょっと筆、まあ、でかい面塗るときは、いいか、もうちょっとこれ使おうか。もうちょっとこれ使おうぜ。ほんで、まあ多分こっち乾いてるだろうから、次二度目ね。二度目の重ね塗りいこうか。よく見るとこっちもはみ出てんね。まあいいや、とりあえず気にせずいこうか。うん、いいんじゃないですか。ちょっと暗いな、蛍光灯つけるわ。でまあこの筆の中で絵の具が乾いてきちゃったから、こういう時はまあさすがに水つけてちょっと薄めるけど、基本的にあんまり希釈はしない方がいいかなみたいな。ほら、希釈しちゃったからさ、全然色乗らないじゃんね。うん。で、これパレットの上も結構、もう乾いてきちゃってるから、難しいんだけど。乾ききる前に、使い切れるぐらいの量だけ出しとくのが、いいかな。もったいないもんね。で、まあ、その分量がなかなかつかめないんだけど。うん、ほらほら、いい感じに色乗ったことないですか。次こっちもやろうか。したらこっちはもうパレットの上の絵の具がもうないから、こう出しますね。もうちょっとでいいんですよ。ちょっとずつしか出さない方がいい。もったいないから。いや、ほんとマジね、筆塗りコスパ超いいっすよこんだけ一瓶でどんだけ塗れるのって感じ。よし。いいんでないっすか。そしたら、ここの際の部分は、これだと厳しいんで、この筆だと厳しいんで、ちょっと、こっちの面相筆でいこうかな、とかなんですけど。ちょっとあれだね。ちょっとわかんない。塗料が。まだ乾ききってねえな。こっちにしよう。こっちからやる。乾いてる方、ところからやってかんと、なんていうの。絵の具がなくっていうか、塗面がなくっていうのかな。毛先整えたい場合は、まあちょっと薄めるんだけど、それすると絵の具が薄まっちゃうから、いい感じにここに出してるやつ、パレットに出してるやつと濃度を調整してあげるという。感じなんですけど、はい。
うん。いいんでないですか？ちょっと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 ほらほら、ちょっとちょっとかっこよくなりましたよ。やば、イケメンじゃん、インパルス。いいんじゃない？ここ際もうちょっと、もうちょっとここ綺麗にできねえかな。このガビガビになってるよね、ここ。うん。いい感じ、いい感じ。よし。じゃあ、そしたら、もうこっち乾いてきてると思うから。うん。どうよ。いい感じじゃないかな。で、そしたら、ちょっとはみ出てんじゃん。これついでにちょっと、はみ出た時どうしようっていう、はい。あるんで、それの方法もちょっとね。どうしたらこのはみ出た部分を、リカバリできるかっていうのを、ちょっとこれもついでにやっちゃいますね。僕これ、カッター使ってるんですけど、いつも。おりゃ。ここね。このカッターの、この背中の部分なんですけど、これで金かけしてあげるんですよ、こうやって。部分塗装だったらもう全然これで OK。わ。なんかこれ綺麗に拭き取れないな。角度が合ってないといつまでたってもできないんだけど。うん。あ、やば。やらかしたね。しょうがん、あかんとこまで削っちゃった。ほら。まあ大丈夫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 だよ。じゃあ次こっちね。こっち。こっちも。こうかな。これあれだね。これよく見るとさ、よく見ると塗りが足りてないね、これ。はみ出てんじゃなくて塗りが足りてなかったね。そしたら、OK。
じゃあもう一回これね。あ、ダメ。もうやってるうちにさ、こう乾いちゃった。やってるうちにこう乾いちゃうんだよね。もう一回出すでしょ。んで、毛先がちょっとあれだね、乾いちゃってるから、まあ、必線でね、はい。ちょっと毛先だけ整えて、少しだけ、ちょんちょんってタッチアップしていくんだけど、いいんじゃない？ほらほら。ほんで、上から見ると、これあれだね、これ横につけんじゃなくてさ、こっから取った方がいいか。うん。で、あとここだね。ここが少しはみ出ちゃってるから、ここもカッターで削り取ろうか。こう、いろんな角度から見て、なんかダサいなと思ってる部分は、納得いくまで、やり直すと満足感が違いますよね。オッケー、こんな感じです。はい、はい、あー、角にグレーが入ってちょっとイケメンになったことないっすかねえ。あー、ぶえ、ほんとはちょっと全部やりたいんだけどさ全部やりたいんだけど、うん、まあちょっと今回はね、はい、ハウツー動画ということで、ね、これだけちょっとやってみました。あー、かっこいい。うわー、かっこいいぜ。イケメンだぜ、悟空。はい。というわけで。ね。塗るときびしゃびしゃになるけど、どうしてなのっていう。はい。はい、質問だったんですけど。希釈のしすぎだよということで、はい。締めたいと思います。ねえ。で、なるべく現役で、筆の毛先を整えるっていう意味だけ、まあ水で希釈してねってことでーす。はい。清々水ね。いつもこれ使ってんだけど。うん。薬局とかで売ってるからね、こういうの。水道水よりもいいよ。結構。いい感じです。はい。じゃあ今日ここまでです。じゃあまたなんか、筆塗りわからんって人いた、方いらっしゃいましたらね、はい。コメントしてもらえると。はい。僕はコメント返しで、コメント返して解決するし、まあ、動画でもたまにやったり、やろうかなと思ったりもするんでね。はい。はい。ちょっと教えてくれるといいと思います。じゃあ今日こんな感じでーす。バイバーイ。すこぶる感謝。カツカレー。